はい皆さんこんにちは今日はとっても人気のスノー a i 専用カシビルダーもお使いいただいている方もたくさんおられると思いますおかげさまで世界中から使ってくれた感想とかそういうものがどんどんメールに入るようになりましたこんな感じですねエクセレント5スターと5つ星をくれてるこういう方もおられます その AI カシビルダーというのはこんな形で ChatGPT+ 以上のユーザーさんが無料で使ってもらえるように公開しています。こんな黄色い音符マークのあるアイコンこれを覚えてください。今回アップデートというふうにサムネイルに書かせていただいたようにいろいろアップデートしました。 一番大きなアップデートはあまりにも世界中の人が使ってくれてるというのもありまして完全英語モードというのも持つようになりましたちょっとやってみましょうこの4つ目のスターターですねこれをすると英語の歌詞を作るんじゃないですよ全てが英語で動くようになります メニューもこのように全部英語で出てきます。そしてメニューも昨日までは10個だったんですけれども11個というのに増えています。まあここからは英語で全部できるというのは普段日本語で使っていただくのと同じです。ですから使い方についてはここではやりませんがそれでは通常の日本語モードこれでもやってみましょう。ニューチャットにします。 通常は日本語の歌詞を作る時は4つメニューあるうちのこの左上のメニューですねこれからスタートいただきますがここもアップデートをしました先ほどの英語と同じ日本語がこれで出てきますそして SnowAIV3 これに対応した形で開発しています今まで曲名とイメージというのが同じだったんですけれどもこれを分離しました 作りたい曲名そしてジャンルですねさらには主な楽器 BPM そしてキースケールとか一応ですね言うこと聞いてくれる場合もありますのでこれもつけています Am で作ってとか d シャープメジャーで作ってとかそういうこともチャレンジしてみてくださいそして何番まで作るかということですねあとは歌詞の希望を男性目線女性目線とか入れたいこと キーワーワドとか、英語がまだってもいいかとかそういうようなことを入れていただきますそしてディレイコーラスというのは「君が君が」みたいなコーラスができるかというようなことですそして9番は前回からとっても人気が出ましたインフミですね。印象をつけるために歌詞の世界では「インを踏む」とかいうようなことがあります。同じ言葉が繰り返す 繰り返しだけの話ではありません。インフミというのは同じようなあなたの夢はと来たらですね、2番のところではあなたの時をとかいうふうにですね、一部分が似通っていてもそれも一つのインフミです。そしてこれ今まで1から5というレベルだったんですけれども、1から10レベルにしました。もう少し細かく指定ができるようになって、デフォルトは 語という中間ですね。そういう風になっています。そして歌手は男女どちらにしますか。ここでは子供というのも入れれます。ここも後でアップデートしておきましょう。そしてあなたが表現したい曲のイメージ。これが今まで一番と同じところで指定するようになっていたんですが、高校でこういう思いで作りたいんだ というようなことをもう少し長く書いていただけるようにしましたそれによって何が良くなるかというと歌詞の内容ですねこちらの意見をかなり汲み取って歌詞作成しますのでよりハイレベルな歌詞ができていくと思いますそしてですねここで内部的にアップデートしたことがありますここでもう一度ニューチャットしますそれでは次は今回の アップデートがよく分かる処理をやってみましょう。通常はこのメニューこれを押してくださいというお話を先ほどはしたんですがもうタイトルなんかが決まってる場合とかありますよねそういう時はここで「分かってることだけは入れてしまう」と「タイトルは花飾りですよ」というふうにしました。これで 送ります。そうすると、花飾りということは分かったけれども、あと分からないことはヒアリングしますというふうになっています。そしたら、1番がジャンルから始まりましたよね。11個あったのに、ちゃんと番号付けを変えてですね、今度は10番まで出るはずです。はい。このように分かっていることは 飛ばしてですね、メニューを出してくれるようになりました。じゃあここで、その他はお任せとやってみましょう。皆さんは、せっかくですので、この辺のところでですね、埋めれるところは埋めた方が目的にかなった歌詞ができると思います。今日は、 でもですので、その辺のところは少し端折ってお話をさせていただきます。お任せいただきありがとうございますという感じで出ています。このバースとかコーラスというのは都度変わります。でも大体は音楽基礎に基づいて出てきますので、 よく似たセクション構成にはなると思います。その後スタイル・オブ・ミュージックが出てきます1行目には英語そして2行目には日本語ありますけれどもこの日本語は不必要ですでも「ジェントル・アコースティック」とかいうふうに書かれてもですね英語の苦手な僕にはですねわからない言葉があったらということで 下側は不必要ですけれども目安として見ていただくためのものです。そしてタイトルというのがその後に続きますのでこれらをコピペしてその AI で作ってもらいます。そして前からもこういう機能があるんですけれども今日初めて見ていただく人のためにこれはですね簡単なサムネイルのようなイラストを描きます。そしてそれを YouTube 動画などで 使ってもらうことができます。じゃあ、日本のアニメ漫画風で書いてもらいましょう。そしてもうこれでいらないときは0番を押していただくと終了となります。じゃあ3番。ちょっと画像のところは端折ってお話をします。はい。 最初の画像が出てきました。歌詞に合わせてですので、次へ次へと書いてくれます。次とかいう風に送ってください。送る時に、もうこの2枚だけでいいやと思ったら、それでいいです。でも、セクション分ぐらいは提案してくれるようになっていますので、次へ次へと押してみてください。いいですね。花飾りという歌詞にはぴったりの映像を出してくれます。 そして今は日本のアニメスタイルというふうにしましたからアニメ風に出てきますそして先ほど1枚目の時もありましたが次のシーンを描きましたこの歌詞のバースセクションに対する感情的なシーンですとかいうふうにどこのシーンを描いてくれたかというのを表現してくれるようになっていますもしもこれでいいとなればですね 画像はこれで終了です。こんな風に送ってください。はい。これで終了になるわけです。ただし、まあ、気分によってという言い方は良くないんですけれども、ひらがな歌詞というのを提案してくれる場合があります。もし GPT がひらがな歌詞を忘れていたら、ひらがなも出し忘れですよという風に教えてあげてください。失礼しました。ひらがなの歌詞も 提案を行いますという風うにして書いてくれました。もちろんこれは先ほどの歌詞のひらがなです。はい。確認だけしますね。共につむぐ日々という風うになっていますね。上の方を見てみましょう。どんな時もそばにいるから共につぐむ日々という風うになっています。上のひらがな変換というのをしてくれたということになります。最後にもう一つニューチャット。 この歌詞を英語で作成したいというとですね、一番最初にデモしたように全てが英語になるんじゃなくって日本語で対応してできるのが英語の歌詞というだけです。そしてここにインスト曲を構成してくださいということで V3 からですね、インストというのができるようになりました。いわゆる歌詞がない楽曲というのがとっても作りやすくなった。 これが V3 最大の目玉ですね。もちろんその他にも音質が 128kbps から1 9 6 k ロに変わったというこれもいい音になりましたからすごくいいんですけれどもまあこれをちょっとやってみましょうはいインスト曲の時は4つのメニューが出てくるようになっています歌詞がないわけですから簡単ですよねだからここで これらの説問を答えてください。その時はタイトルサーフィンとかやってもらってもいいですけれども、1番どうだとか、2番 J p o p とか、こんな風な答え方をしてくれても大丈夫です。そして、他はお任せという風にします。すると、それらをイメージしたインスト用のプロンプト、これを提案してくれます。ここにあるものが、 インスト用のプロンプトです。これをどこに貼るかと言いましたら、ちょっとこれコピーを取っておきましょう。そして、SUNO AI を立ち上げます。はい、左のクリエイトボタンを押しまして、ログインしていないときはこういう風な画面が出てきますので、ログインをしましょう。ここですね、カスタムモードにはしないで、そしてここに今コピーしたものを貼り付けてください。 ここには200文字書けるようになっています。そこに収まるようになるべくしてるんですが、ちょっと長いでしたね。ですから内容を精査してですね、この辺だけ切っておきましょう。そしてインストゥルメンタルモード。これにしまして、そしてここを V3 を選びましょう。そうすると、これにあったですね。 日本語の訳が出てくれてますよね。J-POP で雰囲気がエネルギッシュで、シンセサイダーやドラムンベースというような、こういうことを書いてくれています。ですから、これで作成をしてみましょう。本当にスノー AI は早くなりましたね。多分15秒ぐらいでできるようになると思います。これ、ノーカットでお見せしています。はい、出来上がりました。ちょっと聞いてみましょう。 の方も聞いてみましょう。 こんな風にできましたね。でも、ここでですね、ちょっと面白い実験をします。ここにね、カンマ、カラオケと入れてください。はい。さらにですね、ノーメロディーラインという風に入れてください。そうするとですね、先ほどの曲ってメロディーがあったんですね。でも、このようにすると、メロディーがなくですね、いわゆる伴奏、オケ、 というのができるんです。これでオケを作れたら、僕の動画にも一つ載せてあるんですけれども、自分がメロディーを考えて、そして応用的な作曲ができる、そういう使い方ができるんです。ちょっとやってみましょう。はい、ここもショートカットします。はい、聞きましょう。 はい。このようにですね、ギターリフこそ入っていますけれどもですね、あまりメロディーラインというようなものを作らない、そんなオケができるということです。はい。このように人気のスノー AI 専用歌詞ビルダー、世界中で何千人という人が使ってくれています。皆さんもぜひチャット GPT プラスにアップデートしてですね、この便利な歌詞作成、 こういうものを使いましょう。歌詞作成自身はチャット GPT に歌詞を考えてと言えばある程度は出てきます。でもスタイルオブミュージックであったりソングディスクリプション、こういうのは作ってくれないです。ですからチャット GPT プラスにして GPT 図というのを使えるようになればですね、こんな便利なことができるようになるわけです。 いちいち英語の時はどうだとかインスト曲ならどうだとかそんなことをしないででもこのスノー a i 専用歌詞ビルダーただそれだけでいろんなことができるようになっていますこれののファミリーというのがあります。今やりました黄色いアイコンのスノー a i 歌詞ビルダー以外にこんなふうにたくさんのですね s n a i の歌詞に関わるいろんなもの こういうのを出していますので、このサイトに行っていただくとですね、各 GPT 図には全部このように YouTube 解説動画をつけていますので、ここで勉強しながら使っていただく。使うときは、このアイコンのような四角いボタンを押していただくとできるようになっていますので、ぜひこちらの方もうまく活用してください。そうしまして、 僕の方のチャンネルにはクリエイター集結ということでその AI で作るんだけれどもなかなか YouTube とかに出しても見てくれないそしていろんなノウハウを友達と共有したいそういう人のためにクリエイターズクラブというのを作って皆さんの動画をいっぱい上げていますそれらはこのようにデータベース管理もしていまして 皆さんの作品をクリックするだけで見れるようなデータベースを提供したりしています。例えば一つやってみましょう。ここにカーソルを合わせるとブラウザーマークが出てきますので、このブラウザーマークを選択すると YouTube に一気に飛びます。 はい。こんな感じにデータベース管理をして皆さんの作品をとってもアクセスしやすいような形で提供しています。概要欄にも貼っておきますので、そのクリエイターズクラブの案内というのも機能できたてのほやほや動画というのもあります。今現在十数名の方が登録をしてくれて、毎日毎日たくさんの動画をアップしていっています。 あまり多くなると順番待ちが発生するというぐらい人気になっていますので少しお待ちいただくという場合もあるかもわかりません。今日はスノー a i の歌詞ビルダーがアップデートしたこと、そしてスノー a i のクリエイターズクラブというのができていること、そこらのところをご案内させていただきました。ご視聴ありがとうございました。またねー。